こんばんは、五十嵐レイです。この動画ではエプソムカップに出走してくれたら、まあ、絶対買いたいなっていう推奨馬を紹介したいと思います。今回の推奨馬はベルトライゼンテです。2023年の大阪杯9着以降はちょっとね、故障してしまったため長期離脱を余儀なくされてしまったんですが、まあね、ようやくレースへ戻ってくることができました。はい、この子はもうこれまでホープフルステークスを2着、そして日本ダービーに出て3着、そしてジャパンカップも3着っていうね、もう数々の G1 レースで前線した点と、そして鳴尾記念日経新春杯を優勝した重賞実績から考えたら、まあ、本来の能力で走ることができたら圧勝できるんじゃないかなという強さを持ち合わせていると言えそうなんですよね。ただ長期離脱明けをこれ初戦で挑むよっていう点は、まあ、未知数な点はあるので、まあ、あんまり無理な走りはしてこない可能性は高くって、でこれ初戦を買うか買わないかっていうね、意見はすごい分かれると思うんですが、もう私はね、もうこの馬の能力なら、まあ、即通用してもおかしくないんじゃないかなっていう点と、あとね、人気的にもちょっと落ち着きそうな今回はちょっと狙い目なんじゃないかなと判断しまして、推奨馬に選びました。あとね、これまで G1、G2 で構想してきた実績があるんですが、初めての G3 なんですよね、これエプソムカップ。まあ、そこに出走してくるっていう点もちょっと注目したいなと思っております。エプソムカップの本予想は金曜日の夜に配信する予定でございます。そちらも皆様のご視聴お待ちしております。